古いものをバカにしちゃいけない。長い年月が経つと物には生き物の精気が染み込んでいく。命は宿ることだって。幾度も幾度も人の生き死にを目の当たりにしたり、人間の喜びや悲しみを共に過ごしてきたり、特に家や家具なんかがそう。人間がそういったものに愛着を感じたりするのと同じように、家や家具の方だって人間に愛情を持つようになる。起きた？君も普通の顔して眠りませんか？しょうがないでしょ、生まれつきなんだから。しかし古市君、電気には強いね。普通この電圧だったら死ぬよ。本当直せんですか、このガラクタ。古市君。はい。直せると思ったから引き取ってきたんだよ。はあ。丁寧に扱えばまだまだ使えるものばかりだ。ねね浜さん、こたつないっすか？こたつ？そう、こたつ。こたつ？そう、こたつ。うち暖房器具ないから寒くて寒くて。だけどこたつはない。あるじゃないですか。あれ、浜さん、このこたつもらいましたからね。こたつなんか積んだかな。またまた、とぼけたってダメですよ。もう僕のもんですからね。
このトラックもおかしい。お帰りなさい。遅くまで大変ですな。はあ。いや、こたつ。あ、こたつです。冬はこたつが一番です。はあ。ところで古地さん、悪いけど半田御手を。ちょっとばかり貸してくださらんか。お、御手。あ、た、いいですよ。バカ。お借りできました。
ご迷惑にならなければいいんですが。これまでにあったかい？私たちが人様に迷惑をかけたことが。一度も。そうとも。私たちは人様に迷惑をかけたことがない。これからもずっとそうだ。あなたのご自慢。死んでるもんが動くわけないでしょ。よく考えてみてちょうだい。そうだよな、動くわけないよな、死ねえんだもんな。すいません、悪気じゃないんですよ。すいません、出来心なんですから。すいません、勘弁してください。ねえ、あと半分で終わりなんだからさっさと片付けちゃいましょう。終わったのからね、トイレ流してよ。少しずつ、つまらないようにね。Thank you.
だっていいんだよ、んなことは。事故ですよ。どっちだっていいんだよ、んなことは。にやかでいいですね。大事、静かなところもいいもんだよ。くるみと…ちゃん、ちゃん、くるみちゃんと会ってこれ渡してくれよ。明日？そう。嫌ですよ、自分で渡す。てめえ、くるみちゃん、くるみちゃんと幼馴染だからっていい気になるんじゃないぞ。でも明日っても予定があるだろうから。ね、その断ったら殺す。電話して都合を聞いてみよう。そうだ、今から電話しよう。電話しよう。Thank you.
もしもし。くるみ？ちゃん。明日暇？私たちが人様に迷惑かけたことが一度も、そうとも、私たちは一度も人様に迷惑かけたことがない。これからもずっとそうだ。あなたのご自慢。
お前は明日からただの笑いもんだ。主役は俺だ。
めんください。なんと潔いお姿。この度の私どもへのご依頼、誠にありがとうございます。非力ではございますが、ご意志に沿いますよう務めさせていただきます。何卒ご安心ください。お預かりいたします。まずは新田万年秀子ご夫妻様。秀子、早く帰ってきてくれよ。ごめんください。新田万年様。これはどうも。お休みのところ失礼いたします。誠に悲しいお知らせですが、実はこの度一階奥の右側のお部屋に住んでいらっしゃいました中川ご夫妻がお亡くなりになられました。おう、お気を確かに。お親しい間柄でいらっしゃった。お気持ちお察しいたします。これは個人から宛てられましたお手紙と私どもからの粗品でございます。いない。まあ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 、あなた何やってんの。病気なんだから寝てなくちゃダメだから。なんかドドメ広がっちゃって。
古地道夫様。ここだな。ごめんください。ごめんください。お留守ですか。それではしばらく待たせていただきましょう。帽子かぶって。いや別に。当然だよ。隣のサビがさ、あの人、ああいうの好き？あ、そう。そうか。そうだよな。じゃあこれ。何これ。全然大したもんじゃないから。うん、おいじゃね。おいじゃ。優しくして。この文様をどこでつけた。こたつ運んだ時に。こたつ、こたつにこれがついていたのか。こんな輪っかみたいなやつ。いかん、古地君、キリン荘へ行くぞ。
行こう。やめようよこんなこと。言ってんのよ、部屋のトイレ詰まらせたのあんたでしょ。そこに流そうとするからそういうことなんだよ。CM ソングにしてよ、あの女子中高生のよ、女子中高生のハート掴むんだよ、ほんで2曲目はぐんと落ち着いたバラードにして音楽させてみたぞ。作りが古いから電圧が低い、だから間に合ったんだ。だけどこたつがあのまま電気を吸い続けていたら大変なことになる。
その手首。さあ。ない。まずいですか。こたつが食ったなんて人に言えると思う？バカだけ諦めよう。きっとどこかへ飛んでっちゃったんだな。うん、そうですよね。それじゃあ僕はこれで。頭を使うんだ。間違えた。帰るね。ええ、仕事は今日は閉店。こたつの謎を解明しなくては。あ、そうだ、これについてたリング今どこにある？ちょっと人に預けて。あれはね、こたつの封印なんだ。封印？そう、恨み怨念などを封じ込める印。この謎を解く重要な手がかりだからね。すぐ持ってきて。はあ、でもなんだか大騒ぎしたりには結構簡単だったですね。実力実力。じゃあ、you
誰が持ってっちゃったんだよ俺のこたつ。ねえ。佐野、どこから調べるかな。あ、フルチ。大変だ。こたつが出た。何言ってんだバカ。今夜お前の部屋借りるから。ダメダメ。こんなかこたついるんだから。こたつ。キロワットバリバリだぜ。壁ぶち抜くぞ。チン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 。6000キロワット。つながった。Ah!
動かない。いいか、今夜くるみちゃんここに来るんだよ。いやいや、お前渡しただろ招待状。女をものにするにはビッグなプレゼントだ。あの子レコード会社の一人娘だからな。不純な動機を言うな。
るみちゃん、ようこそ。聞いてください、僕のハート。巨愛の仕掛けるぞ。タビーさん、緊張しないでくださいよ。バカ、高校生一人だよ。緊張なんてねえんだ。なあ、女の海？なんで？くるみちゃん、ようこそ。
聞いてください。僕のハート、あなただけに。今夜
ることにしよう。あた。ラッキー、ちゃんと布団が敷いてある。やだ。やだ。卑怯者。それほどでもないよ。行こう。私は相手だ。浜さんだ。Ah!
そうか。仰向けになると動けないんだ。やった。あれ？ございます。こたつ。あ、こたつです。しかし、なんですな。こたつが一番ですな。つかぬことを伺うが、空から何か降っては来なかったかな。空？そう、空。Take it.
初めて君と会える北北の駅を降りて Baby.